起訴状によりますと北区の無職佐藤俊彦被告41歳は2019年6月自宅近くの路上で近くに住む会社員の赤松英二さん当時41歳と赤松さんの同僚の小笠原智之さん当時44歳の胸や背中をサバイバルナイフで複数回突き刺して殺害した殺人などの罪に問われています。これまでで、の裁判で弁護側は、 佐藤被告には精神疾患があり責任能力がないか限定的だとして無罪か刑を軽くするべきと主張していました名古屋地裁で開かれた今日の裁判で検察側は精神障害の程度は重篤なものではなく犯行に与えた影響は大きいとは言えないなどと述べました判決は来月4日に言い渡される予定です